コンブ API の開発ということで、高野の方、あ、すいません。コンブの高野が発表させていただきます。ハンドルネーム高野32っていう名前で活動しておりまして、ツイッターアイコンとかいう感じで、右のやつがトップコーナーで使ってる写真みたいな。ですっごい、今、分かりやすい体調不良を抱えていて、ここでも失敗するんだ。ちょっと僕に合わせて、こいつも調子悪くなってる。昨日酒飲みすぎてぶっ転んで、酒を飲みすぎると良くないっていう情報量ゼロの知見を得て、ちょっと距離感がなくて、ビッグサイトのエスカレーターとか人を殺す機械なんじゃないかみたいな感じになって、すごい。あと3次元の女性が2次元に遮影しても別に燃えないみたいな。 あんまり すいません、巻きます。 他のウィコミッターとか日本ユニックスユーザー会の理事とかやってたりとかして、さっきの LL イベントみたいなのを主催している実行委員に所属してたりとかします。で、コンブのメンバーとしてはコアチームに所属してるみたいな。で、今日の帽子はあくまで昆布の帽子であって、くすぶってはいないみたいな。で、興味分野とかっていろいろやりますねみたいな感じですね。電子工作みたいなのとかしたりとか、ネイティブのアプリケーション作りますし、 OS に近いものっていうか OS を騙す仕組みみたいなのを作ったりとか、ドットネット VM とか、スモールドック VM とか作ったとか、あと普通のウェブアプリとか作ったり、あと国内大手サービスプロバイダーでインフラ管理みたいなこととかやったりとかしているのに追加して、ネットワークも興味分野ですみたいな感じですね。で、昆布での立ち位置はですね、昆布ってネットワーク作りたい人がいるんで、僕ネットワークもできますけど、ネットワークやるんじゃなくて、主にアプリケーションで貢献していきたいなっていう感じでやってます。で、ウェブ系の皆さん、こんにちは、ネットワークの話をしますって言うと、多分こういう感じになると思うんですよね。なんで、安心してください。ちゃんと API の話をします。こんなふうに喜んでもらえると幸いですね。で、API どういういきさつでできたかっていうと、ヤプシーのスタッフとあ、っていうか、昆布も、ヤプシのスタッフの一部なんですけど、ネットワークの話になったときに、ネットワーク情報の情報を提供できたら、きっと面白いと、公開できたら面白いんじゃないかなっていう話が出まして、で、それを昆布でも API があれば、きっと、誰かアプリケーションとか作ったりできるんじゃねみたいな感じで。で、ゆるふわな感じなところから出てきた要求仕様なんですけど、端末の接続数を公開すればよくねっていうくらいです。まだこれからですね。今ようやくできたみたいな。で、さっき説明したようにクラウドイベントでテストして、いろいろ問題が起こったんで、起こりました。で、構成としてはですね、フロントの API サーバーがいまして、そいつが、バックエンドにいる、死活監視ソフトウェアから情報を取ってきて、JSON で返すっていうような仕組みにしてあります。図にするとこんな感じですね。で、JSONRPC で情報を持ってきて、で、API サーバーが JSON 形式でデータを出すみたいな。で、API の機能仕様なんですけど、さっきのことを繰り返しになりますけど、アクセスポイントの接続端末数が取得できるってものになってます。で、ドキュメントあるんで、それ読んでくださいみたいな感じですね。で、こっからがやっぱり、みんな気になるところだと思うんですよね。なんでかっていうと、正常なのは、なんていうか、コード見ればわかるんで、どうしてコードになったのかみたいなのかとかを説明したいと思ってます。なんで、まずですね、初めに作った構成は、一回 API を使うことに、
後ろのトピックスに JSON-RPC で聞きに行くっていう、まさにですね、こう符号的で殴る。イメージ図こんな感じですね。なんですけど、やっぱりこんなね、ことやってたらダメになっちゃうわけですよ。で、トン指令なんですけど、JSON-RPC が、テンポラリーサービス、アンナメイラブルな502っていうコードを返すことがありまして、で、なんかこう、ログを見に行くと、PHP フェイタルエラーが、みたいな感じで、こいつ？みたいな。で、PHP の、なんか調べたら、PHP のメモリリミットが低かったんで、その、PHP 本体の設定ファイルを書き換えてみて、まあ、メモリのリミット上がったよねっていうのを確認したんですけど、謎のトラブルとして、ザビックスのメモリだけ増えないっていうのがあって、で、なんでかって言ったら、パッケージで入れたときに HTTPD っていうかアパッチの設定ファイルも同時にインストールされるんですけど、その設定ファイルの中でディレクトリブで PHP の設定をしているっていう非常に邪悪なものになっていて、あ、なんかパッケージで入るのちょっと少なすぎるねえ、こいつもだったかみたいな。で、まだあります。ザビックス API が言って、なんかドキュメント少なくて、これ使ってる人本当にいんのかみたいなドキュメント量なんですよね。で、いろいろ使ってたんですけど、普通の死活監視ソフトウェアみたいに、グラフが出てきます。で、グラフにプロットされてるのはアイテムで、アイテムを取得するにはグラフを指定すればいいはずなんですけど、一つのグラフを指定しても、なぜか全てのグラフのアイテムが出てくるっていう。で、油断してるとザビックスがいつの間にかがっつりとメモリ食ってて、もっと食べたいよみたいなこと言ってるわけですね。で、油断してるとやんちゃするザビックス君っていうこともあって、ちょっとここから設計方針を変えて、もう符号的な時代終わりみたいな。で、こういう構成になりました。特徴的なのは、API デーモンっていうのが後ろにいまして、で、インターネットからのリクエスト数とは別にの間隔で30秒ごとぐらいでそのデータを取得しに行くっていう方法を使ってます。で、そのキャッシュを分散オブジェクトとして共有して使うようになったので、その API が何回叩かれても、この API サーバーがちゃんと速いものを使ってれば全然落ちないみたいな感じにしたんで、オードロドコフォード安定して動くようになったっていう話ですね。で、大体これで話としては終わりで、実際に API を使った事例としてですね、こんなものを作ってくれた方がいました。で、これも説明としては、これ別にどこかにその自前のサーバーを置いてやってるわけじゃなくて、GitHub ページとかで作ってます。で、API 提供するときに、どこのドメインからでもデータ使えるように、で、大事なんで で、セッションに興味がある人ごとに、どういうセッションの流れが来場者してるのかみたいなのとか、なんか空いてる部屋はこちらです的なものとか、デーモンの複数バックエンドとかやりたいなみたいな。で、最後に、API を使って何か作ったりすると、それを参考にして、コンブがネットワークの品質とか構成の参考にできるかもしれないので、よろしくお願いしますみたいな。ご清聴ありがとうございました。やりすぎ。何か質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。あ、お前も来いって。いや、だからどういう質問が来るか分かんないから、どっちに興味があるか分かんないから。ありがとうございます。今回機材の提供がハテナさんとかいろいろな会社の方にやってもらったっていうことなんですけども、昆布側で持ってる機材っていうのはあるんですか。例えば、これ前だ。企業が全部管理、その人を借りなきゃいけないとか、
なのか、セット本部側では持ってるけど、こんぐらい大規模になると企業さんの力を借りていろいろ機材をちょっと持ってこなきゃいけないっていう話なんでしょうか。はい、お答えします。ですね、まず、ハテナさんから、機材は一切出ておりません。で、ハテナさんは基本的に、Wi-Fi スポンサーということで、本当にスポンサード、お金を出していただいたっていうことのみになります。で、なんか DMM とかジュニパーとか言ってるところは、実際に機材とかを貸してますけど、基本的に昆布が使う、機材、例えばその辺に点在している無線 AP とかは、昆布のメンバーで自腹で切って出してます。しかしですね、高いだろうって言われるかもしれないんですけど、その辺に散らばってる AP ってヤフオクで1台500円ぐらいでした。こっそり言います、500円でした。なんで20個買ってもね、うんみたいな話なんで、そんな感じで提供しました。なんで500円とか安いかっていうと、ああいうのって企業向けとかで普通にウェブ化のインターフェースとかから設定できないんですね。でシリアルケーブルとか使ってやらないと設定できないんで、あんまりそのヤフオクとかに上がれても普通の人買わないんで、すごい安いっていう事情があります。という感じで回答になってますか。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。他に質問がある方がいますか。はい、去年の躍進と比べてここが進歩したのすげえぞとかいうところがあるんですね。はい、お答えします。ですね、去年のヤプシーなんですけれど、日吉の会場でやらさせていただいたんですが、そこは会場の方がだいぶご協力いただいたんですね。で設営時間も相当短かったです。長かったんです。半日とか1日ぐらいで作らせていただいたんですけど、今回は、2日目ですね、この7階の国際会議場を1時間で設営しろって言われました。おおよそ7割のネットワークの機材の配備だとか配線だとか養生だとか全部合わせて1時間でやりきりました。なのですごく進歩しました。はい、ありがとうございます。まだ1問ぐらいです。面白い発表ありがとうございました。これぐらいの人数の接続使用すると、そのルーターも結構厳しい性能を求められると思うんですけれども、そのルーターを選ぶときにどういう要件で選定されていらっしゃるんでしょうか。今回の、なんていうのかな、ルーターの主要条件ってことですかね。例えば接続台数ですとか、あと電波の強さですとか、そういったところで何か条件はあるんでしょうか。条件ですか。無線のアクセスポイントのところですね。アクセスポイントですね、はい、アクセスポイントの条件というのは基本的にかなりいいものを使っていて、これ以上ないぐらいのものを使っているので、あんまり条件っていう意味での機材の選定の条件というのはあんまりないです。であとさらにいいものを買うと高いんです。10万円ぐらいしちゃうんですよ。なんでできる範囲で効率的にやるとしか言えない、コストパフォーマンスを考えてやるっていうふうにしかお答えができないんですね。なのであまりちょっと回答になってるんじゃなくて申し訳ないんですけれど、はい、ありがとうございました。はい、すみません、最後に私から一言いいですか。ですね、会場のネットワークの提供にあたりましては、僕らはもちろんその発表者としてこういう場にいるんですけど、今後ろに立っているメンバーたちにぜひ構築ありがとうございますということで拍手で締めていただければと思います。ごめんなさい、もう一つだけ補足させてください。今回1時間で敷設しろって言ったのは前日に言いました。みんなドン引きでした。よく頑張って頑張ってやってください。もう一度だけ拍手してやってください。ありがとうございます。